アラジンのマジックカーペット、アトラクションの基本構造は全く同じである。東京ディズニーシー版はワミオがジャスミンのフライングカーペットとなる。アラジンのマジックカーペットはディズニー映画アラジンをモチーフにした空中旋回型のアトラクション。ゲストは空飛ぶ魔法の絨毯型のライドに乗り、高度を調整しながら空中を旋回する。動きそのものは 東京ディズニーランドのスタージェットや空飛ぶダンボとほぼ同内容である。このアトラクションの周囲にはシュロなどの樹木が植えられており砂漠のオアシスの中のような雰囲気となっている。東京ディズニーシーのアラビアンコーストからロストリバーデルタに至るエリアがこれに近い。アラジンのマジックカーペットはディズニー映画アラジンをモチーフにした空中旋回型のアトラクション。ゲストは 空飛ぶ魔法の絨毯型のライドに乗り、高度を調整しながら空中を旋回する。動きそのものは東京ディズニーランドのスタージェットや空飛ぶダンボとほぼ同内容である。フロリダのマジックキングダムにあるアトラクション、アラジンのマジックカーペットをほぼそのまま導入したもの。アトラクション自体はほぼ同様だが、マジックキングダムでは、 アドベンチャーランドに位置し、周囲に城などの樹木が植えられ周囲が砂漠のオアシスのような雰囲気が出されているのに対し、パリではトゥーンスタジオに位置しスペースも少ないため、背後にかき割りのような絵の描かれた壁を配置して、雰囲気を出すとともに隣接するアトラクションと区切るようにしている。なお、パリ湾の英名はフライングカーペッツオーバーアグラボであるが、 ディズニーランドパリの日本語版公式サイトによると、和名はマジックキングダムと同様のアラジンのマジックカーペットを用いている。ジャスミンのフライングカーペットは映画アラジンをモチーフとし、空飛ぶ絨毯を模したライドに乗って旋回するアトラクションである。2010年3月17日に計画が発表され、t d s 開園10周年となる2011年7月18日に、 アラビアンコーストにオープン。もともとシンドバッドセブンボヤジの町列だった場所に設置された。ライドは1台2人2列の計4人乗りとなっており、各列レバーが1本設置されている。乗車中はこのレバーを動かすことで、前列はライドの高度、後列はライドの前後の傾斜を変えられる。最後には全てのライドが最高高度まで上昇し、 前後に繰り返し傾く動きをする。アトラクションの概要はマジックキングダム版とほぼ同様。アトラクション登場中のゲストを間近で見るための高台にあるデッキスペースが併設されている。なお、ジャスミンの名を冠するのは東京ディズニーシーのみである。東京ディズニーシーアトラクションの新規導入について、オリエンタルランド広報部、2010年3月18日閲覧。AB 東京ディズニーシーの新アトラクション、ジャスミンのフライングカーペット2011年7月18日,日オープン決定。株式会社オリエンタルランド。2021年6月7日閲覧。ありがとうございます。